はい、皆さんこんにちは、アクセルスペース中村と申します。ちょっと見にくいですか？大丈夫ですか？はい、じゃあまず簡単に会社の説明をさせていただいて、その後に、まあ、ちょっとその、新卒採用についてご説明を、追加いたします。ですね、まあ、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、アクセルスペースの超ロバ体制の会社でもう5年になりますね。設立が2008年の8月、でして、オフィスはここから歩いて5分ぐらいのところに、あります。もしお時間ある方いらっしゃいましたら、この説明画などぜひオフィスに寄っていただいて、本物の衛星も置いてありますので、ぜひ見ていただければと思います。現在社員は私ども含めまして13人、役員も含めて13人ということで、ベンチャーとしてだんだん大きくなってきているところです。まだまだ、エンジニアの数もですね、足りないので、ぜひ皆さんにも仲間に加わっていただいて、どんどんビジネスを展開していけたらなと思っております。で、我々作ってる衛星は超小型衛星ということで本当に、小さいんですけども、1機目の会社として1機目の衛星のサイズがこのくらいということで、人間の大きさと比較してもらえればいいんですけども、一辺、27センチ、重さは10キロ、しかないということで、本当に小さな衛星です。で、いわゆる大型衛星ですね、国が作るような大型衛星とどれぐらい違うのかということを、ちょっと見てもらえればなと思うんですけど、これがさっきと同じ写真ですけども、これと同じスケールで大型衛星と比べてみると、これぐらい違うと、これ NASA の、ランドサンドっていう衛星ですけども、この上まで全部衛星です。比べてもらうとどんだけ小さいかということが分かっていただけるかなと思うんですけども、我々の小さい衛星というのは、この大きさが小さいということはあるんですけども、我々はビジネスやってるわけですね。で、そういう点において何が、大型衛星と違う、かというとですね、やはり、まず一つ目は開発期間ですね。大型の NASA の、はじめとする大型衛星というのは、構想から実際に作って打ち上げるって運用するまで、10年までかかってしまう衛星もあります。それに比較してですね、我々の小さな衛星は非常にシンプルにできてますので、もっと素早いと、2年以内に打ち上げまでできると。で、一方、早くできるということは当然人件費も安くなるわけですから、コストも当然安くなるわけで、大型衛星というと何百億円もかかるのが一般的なんですね。それに比較して我々の小さな衛星ですと、その価格は100分の1、2億円とか3億円とか、それぐらいでできちゃうということですね。同じ大型衛星1機作るお金があったら100個、我々の衛星だったら出てしまうわけですね。で、でも3億円とか、とか言うとですね、なかなか宝くじでも当たらないと個人の皆さんが持つって難しいと思うんですけども、これぐらいの価格っていうのはヘリコプターと同じぐらいの価格なんですよね。だから企業からしてみれば、当然投資判断必要になりますけども、ヘリコプター1機と買うのと同じぐらいの判断でですね、自社の衛星を持てるという時代になったということなんですね。で、実際に、自社の衛星を持とうと、決めた会社が、ウェザーニュース、皆さんご存知だと思いますけども、世界最大の気象情報会社になります。で、どうしてウェザーニュースさんが、こういった自分の衛星を持とうと思うようになったかと言いますと、皆さん温暖化で、地球温暖化でですね、北極海の氷が溶けているというニュースを見たことがあるんじゃないかなと思いますけれども、2005年ぐらいからですね、氷が溶けていってですね、この陸地からこう離れるようになったんですね、夏の間でも。ちょっと見にくいですか？ちょっと真っ暗になるんですけど、すいません。ここがですね、陸地から離れてですね、航路、船が通れるようになったということが起こりました。で、これに目をつけたのが、船会社なわけですね。なぜかというとですね、ここ北極海を航路として通れるようになるとですね、例えば日本からヨーロッパの航路を考えたときに、この辺見てもらうと分かるんですが、今までだとどうやって行くかっていうとですね、東京から南に行ってこうマラカ海峡を通って、スエズ運河を通って地中海を通って、行くわけですけども、北極海が通れると大体、その距離の3分の2になります。で、距離が短くなりましたから当然燃料費は浮くわけですよね。で、時間もですね、2週間ぐらい早く着くと言われているんですね。でそうするとその間の、船員の人件費も払わなくて済むということで、船会社にとってはメリットは非常に大きいわけですね。で、1回航海するだけで1000万ぐらい浮くというふうに、場合もあると言われています。
するとですね、衛星の価格を思い出してもらえればいいんですけども、まあ、1機3億円ぐらいと言いましたから、1回取るだけで1000万浮くわけなので、30回取ったらもう衛星1個分のお金浮いちゃうわけなんですよね。で、まあ、将来的には北極海航路って何百隻何千隻という船が通ると言われてますから、もうあっという間に衛星をつ持つことによるコストを回収できちゃうわけなんですね。で、まあ、こういった人工衛星を使った、ビジネスモデルっていうのはこれまでなかなか、民間では書けなかったんですけども、まあ、ようやくこういった超小型衛星を使った、ビジネスというものが成り立つ、ことができたということで、我々のこの、北極海監視衛星というのは世界で初めての、民間の商用超小型衛星になります。で、こういう説明をするとですね、別に既存の衛星のデータ使えばいいんじゃないのという質問をよく受けるんですけども、ウェザーニュースさんが自社の衛星を持つということを決めた理由、大きな理由が3つありまして、まあ、それは3つの F に今収録されるんですけども、1つ目がまあフリークエンシーということで、やはりですね、大型衛星です。最初説明したように何百億回もして非常に高いんですよね。だからなかなか一つのお客さんで、持つということは難しいわけですね。当然国が作って、まあ、いろんなお客さんがこうつくという形になります。そうするとそれぞれのお客さんっていうのは見たいところが違うので、北極海を見たいお客さんばっかりじゃないんですよね。だから北極海を見る、タイミングっていうのが限られてしまうということがまず挙げられます。例えば1週間に1回とかで、今回、ウェザーニュースさんが見たいのは北極海の氷ですね。で、氷って1日に10キロとか動いちゃうらしいんですよね。なので1週間、放置したらですね、もう全然氷の分布って変わっちゃうんですよね。だからなるべく頻繁に、北極海の氷の状況っていうのは見たいということがあります。で、それから、情報の新鮮さですよね。いわゆるその大型衛星が撮ってくれる、地球の画像っていうのはこれリクエストするとですね、まあ、それなりに早くもらえるんですね。じゃあここ撮影してくださいって言うと、もらえるんだけど、それって何百万とかしたりするんですよね。衛星画像ってめちゃくちゃ高いんです。で、まあ、一方アーカイブに入ってる画像であればですね、非常に安いんですけども、それはなかなか、撮ってすぐ手に入るというわけにはいかない。で、例えばじゃあ3日前の絵が手に入りました。で、その時にはもう今の状況とは違うわけですよね。だから、そのデータをもとにシミュレーションを回すにしても、どうしても精度が下がってしまうということが挙げられます。なので、撮影したらなるべくそのデータ早く欲しいということがあります。で、それから最後はフレキシビリティということで、やっぱり自分の撮りたい時に、撮るということができないのは、やはり、その安全情報という非常に角度が要求される情報を作るときにですね、フレキシビリティがないというのは非常に問題だろうと。もし、正しい情報を提供できなかったことによって船が事故を起こしてしまったら、これはその船の損害というだけじゃなくてですね、北極海でこう油が漏れたりしたら環境問題になりますから、まあ、これは絶対避けないといけないということで、本当に船会社さんが、信頼できる情報を、まあ、作り出すためには、やはり自社衛星を持って頻繁に観測するということが重要なわけですね。この衛星はまさに北極海を監視する専用の衛星で、既存の衛星で北極海だけ監視する衛星ってないんですよね。だからこういったこの、自社衛星であることによって目的を、一つにして、本来のサービスを提供するために必要な、機能だけ搭載すればいいということで、安く早くできるということが挙げられます。で、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、この衛星去年ですね、11月21日にロシアの、ヤースムイ巡視というところから打ち上げられました。カザフスタンとロシアの国境にある軍事基地ですけども、打ち上げ成功、しました。で、我々打ち上げ当日はですね、ウェザーニュースさんの幕張、に行っておりまして、まあ、こういった、オペレーションセンターなどができてですね、なんかこうかっこいい感じですけども、衛星からの電波を待ち受けていたということになります。で、打ち上げ翌日に非常に強い電波を衛星から受信しまして、まあ、健康であるということが分かりました。で、打ち上げ1週間後には、カメラのチェックも始めてまして、まあ、ウェブには撮影画像も公開しているんですけども、まあ、こんな感じでですね、これが一番最初に撮影した、画像になります。ちょっと明るいのが見にくいんですけども、ちょっと一瞬消してくれ。これパプアニューギニアの上空で撮った絵なんですけども、まあ、ここにこう川がありますよね。で、こう海で、なんですけれども、まあ、最初に撮った画像にしてはまあ結構綺麗な画像を撮れたかなという感じです。で、この WNSAT-1 というのはですね、カメラ2種類積んでまして、まあ、カシーのカメラ、まあ、カシーというのは、まあ、我々が目で見ているようなものと同
ているようなエアコン、まさにこれですけども、もう一つ近赤外の波長を使ったカメラを積んでまして、まあ、これ我々の目には見えない光なんですけども、まあ、植物が非常に強く反射するという特性を持っています。で、まあ、よく農業とかに使われたりするんですけども、この何で2つのカメラを積んでいるかっていうとですね、あの氷を見るときにここを見てもらうと分かるんですが、雲がありますよね。で、雲と氷を区別するために、まあ、違う波長の、データを取ることによってですね、まあ、区別しましょうということで、近赤外のカメラを積んでるんですけども、その近赤外のカメラで撮った同じ場所の写真が、まあ、こんな感じになりますね。あのパプアニューギニアなのでですね、この辺、まあ、陸地は森ばっかりということで、なので森あの陸地が非常に明るく映っています。で、海とかこう川は黒く映ってますよね。で、先ほどのカシの画像で気づきにくかったこう島とかもちゃんと映っているということで、まあ、ちょっとこれはあの露光時間が長すぎてこう、まあ、白飛びしてるんですけども、まあ、これはあの調整することによって、北極海、で氷をちゃんと見分けるという方のことに使われるということになっています。でその他、まあ、撮れている画像をいくつか、まあ、ご紹介すると、これは確か、中国とロシアのどこかでしたかね、ちょっと雲がありますけど、この辺、まあ、海ですよね。ですとか、まあ、これはプレスリリースで一番最初にあの公表した絵ですけども、これはカナダの、ハドスポンパンですかね、ちょっとあの北半球で非常に暗い中撮ったので、これ本当はもうちょっと暗い画像なんです。明るさを、見やすくするために上げてますけども、まあ、ここは海なんですけども、まあ、完全に凍っていることが分かるかなと思います。あの辺ひび割れたりとか、しているので、まあ、こういった氷を撮影できた、最初のうちに撮影できたということは、まあ、非常に、北極海を今後観測していく上でですね、まあ、重要な情報になるのかなと思っています。まあ、それから、まあ、ちょっとこうこの後の下絵もうまく撮れるということで、まあ、あの真下向いてるとさっきみたいな絵撮れるんですけども、カメラはまあちょっと体が抜けると、まあ、地球の位置も撮れて、まあ、ちゃんと宇宙にいるんだなということが分かると思います。これがあの我々が一気に作った、ウェザーニュースの WNSAT-1 ですけども、アップつけていいですよ。あの現在ウェザーニュースに運用を移管するという準備を進めています。これはウェザーニュースが、自分たちで運用したいということを、おっしゃってまして、まあ、そのために、移管する準備をしてですね、なかなかこのじゃあはいお願いしますっていうのは簡単に移管できるものじゃないので、一時期はまあ一緒に運用しながら、まあ、こうやって、まあ、変なことが起きた時にはこういうふうに対処してくださいねと、まあ、そういったことを一緒に、やっている段階です。で我々2機目の衛星がこのほどよし1号というちょっと変わった名前の衛星なんですけども、一回り、WNSAT-1 よりも大きな衛星になります。人と比べてもらうとちょっとありますけども、一辺がですねこれ大体60センチぐらい重さになります。重さも60キロですので、ちょっと人が持つのは難しいですね。で持ち上げるときはここにこうアイボルトのリングみたいなのつけて、室内用のクレーン使って持ち上げたりします。まあ、普段はこういったこう台ですよね。これ衛星じゃないですよ、台なんですけども、これでコロ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 、クリーンルームとかを転がしたりしています。でこの、衛星は今年中に打ち上げるということで、まだ打ち上げ日は正式には決まってないんですけども、まあ、現在も観察してるんですけども、最終、チェックを、打ち上げまでの間続けるということになります。でこの衛星がすることっていうのは、まあ、これまた地球を見るんですけれども、先ほどの WNSAT-1 はですね、氷の分布を北極海全部まとめて取ってですね、大まかに知るということが大事だったんですけども、今度は、まあ、もうちょっと細かく見ましょうよということで、地上 6.7 メートルぐらいのものまで見分ける能力を持っています。まあ、上のこの2つの絵がシミュレーション画像になるわけですけれども、左で言うと、まあ、東京ですね、これあの国会議事堂付近を撮った、写真で、右がこれ北海道のこう農地ということで、まあ、6.7 メートルって、まあ、そんなによくないんですけども、あのアメリカの軍事衛星とかだともう30センチ切るような絵を撮ってきますから、まあ、それと比べると、まあ、あの解像度は低いんですけど、それでも 6.7 メートルの画像でも、いろんなことが、分かるだろうということでですね、あのこのほどよし1号機を使って、ビジネス実証実験をやりましょうということを計画しています。それはこのアジア高速という会社と国際航路という会社と、まあですね、これは会社じゃないです、財団法人なんですけども、この3社と一緒になってですね、このほどよし1号機から送られてくる画像を使って、どんな新しいビジネスが生まれるだろうかということを実証実験、打ち上げてから1年間ぐらいかけてやろうと
というふうに、ね、考えています。で、我々はその先どうしていくのかということを、今考えていまして、やはり超国家体制というものをですね、インフラにしていくということが、まあ、大事だろうなというふうに考えています。まあ、具体的にどういうことかというと、まあ、この絵になりますように、まあ、衛星コンステレーション、と呼んでいます、まあ、どういうことかというと、まあ、この絵のようにですね、衛星をたくさん打ち上げるんですね。でたくさん打ち上げることによってそれぞれの衛星が、まあ、強調して今一つの仕事をやりましょうと、これをコンステレーションと呼んでいます。たくさん上げることによって何ができるのかというと、リアルタイム、地球、モニタリングプラットフォームと書いてありますけども、やはりその今の地球観測の問題点というのは、衛星1機だけ上げると、でそうするとですね、観測頻度が非常に低いんですね。1ヶ月に1回とか、まあ、そういうこともあるわけです。非常に細かいものが見えるんだけど、ある日見てその次見るのはもう本当にいつ見たか分かりませんよと、そういうことになるわけですけども、じゃあ頻繁に見るにはどうしたらいいか、もう数を上げるしかないんですね。で、大型衛星というのは最初に説明しましたように何百億円もしますから、それを何十個も何百個も作るわけにいかないですよね。もう国家予算並みのお金が必要になってしまいます。で一方、小さな衛星、我々作っているのは超小型衛星はですね、コスト100分の1なわけですから、大型衛星1機作るお金があればですね、100個作ってじゃれちゃえばいいんですよね。なので、まあ小型衛星で小さいのでどうしても細かいものを見る能力というのは限界があるんです。だから、単に安かろう悪かろうという衛星を作るんじゃなくて、小型衛星ならではの特徴を生かしたシステムにしたいというのが我々の目標なわけですね。つまりたくさん作って解像度はちょっと悪いけども、頻繁に見れば新しいアプリケーションが生まれるじゃないですかということなわけです、ね。まあ、いくつか、例ですけども、ですね、これこの時の神田の絵なんで、私住んでるところなんですけども、同じところにこう2年間住んでるんですけど、未だ工事中の絵が Google Earth であるということで、2年間も同じ絵をずっと使い続けてるんですよね。でそうするとやはり東京とか大都市ってどんどん変わってますから、これ使って何かしようっていう人はなかなかいないわけです。現実今どうなってるかっていうことも全然違うわけですからね。でこれが例えば1時間に1回とか更新されるようになったら、やっぱりこれ見て、例えばもう極端なこと言うとですね、どこの店ですごく行列ができてるということだって分かっちゃうかもしれないわけですよね。こういったやっぱり、地図の使い方というのが大きく変わってくるだろうと思っています。それから、2つ目の例、これもちょっと見にくいですけど、これはですね、この辺だけ雨降っているちょっと見にくいですね、いわゆるゲリラ豪雨ですよね。まあ、本当にここ数年で言われるようになった現象ですけども、まあ、異常気象によってですね、まあ、こういった現象が頻発していると。なかなか今のひまわりの画像だけではこれはなかなか難しいんですよね、見つけることが。こういう、まあ、ローカルな現象を見るためにはですね、やはりその雲がどんな種類かとか、あるいは雲の高さがどれぐらいあるのか、まあ、そういった細かい情報が必要になってくるというふうに言われています。ところがひまわりというのはですね、高度3万6000キロ上空にあるんですね、いわゆる静止軌道上にあります。ですので、例えば台風のような特徴的な雲は分かりますし、雲のがあるなしというのは分かるんですけども、まあ、例えば雲の種類とか雲の高さがどれぐらいあるとか、まあ、そういったこう細かい情報はなかなかわからないということで、まあ、そういったものを、低軌道、我々の衛星はもっと、600キロとかですね、本当に、静止衛星から見たら地面を這いつくばっているような軌道を回っている衛星ですので、もっと雲の様子がよくわかるわけですよね。先ほどウェザーニュースさんの衛星で地球の円柱が映った写真を思い出してもらえればわかるんですけど、雲の凸凹も結構わかりましたよね。ああいった情報っていうのは非常に、こういったローカルな、気象、予報に非常に役立つと言われていますので、まあ、こういったことにも使われるかもしれない。それから、まあ、これはちょっと極端な例ですけども、まあ、渋滞とかね、今どこどこトンネルから何キロ渋滞ですという情報をよく聞くと思いますけど、ね、やはり定点カメラとか、まあ、そういった点の情報っていうのはやっぱり多いんですよね。でこれを空から見ることによって面的に情報を知ることができれば、より効率的なナビゲーションが実現できるかもしれないわけですね。で、もしこれを、ビジネスするならですね、頻繁に見ないと意味がないわけですよね。1週間前混んでたかどうかなんて我々今どうでもいいわけだって、今はどうなのかということがやっぱり重要な情報になるので、もしこれをやるのであれば超小型衛星のコンステレーションでしかありえないということになります。それから、
これはまあどっかの工場、まあ、プラントみたいなものですけども、数年前にあのアルジェリアテロがありましたよね。ああいったものの監視をしたりだとか、例えば工事であれば工事の進捗状況みたいだとか、でこういうのを頻繁に見ることによって、まあ、セキュリティ部門であるとかお客さんにその工事の進捗状況を伝えたりとか、まあ、そういったふうに使える可能性がある。飛行機飛ばすよりもよっぽど衛星が安くいけますので、やはりその毎日見たいとかそういった需要には応えやすいということがあります。それから、これは、まあ、あの畑の絵ですけども、まあ、農業ですよね。先ほどあの、近赤外で撮影するとですね、植物が強く反射するという話をしましたけども、まあ、そうやっていくつかのバンド、波長で見ることによってですね、この、まあ、稲なら稲のですね、成長具合が分かったりとかするんですね。そうすると何に使えるかっていうと、刈り取り時期を農家の皆さんが決めるのに役立ったりとか、あるいは肥料の 量を決めたりとか、そういうことができるようになるんですよね。で、まあ、海外ではその収量の増加に役立てることができる、まあ、日本だとあまり収量増というよりはむしろ美味しいお米を作りたいというお客さん、あの農家の方が多いですので、まあ、そういったことにも使えるわけですよね。で、衛星画像というのは本当に、そういったところに役立つと。で、例えば刈り取り時期を決めたいって言った時にですね、今の衛星では難しいんですね。なぜなら1ヶ月に1回しか見れないとすると刈り取り時期っていうのは全く決められないんですね。刈り取り時期をどれぐらいの精度で決めたいですかって農家の方に質問するとプラスマイナス3日って言うんですよ。でプラスマイナス3日で決めたかったら少なくとも3日に1回撮影しないとですね意味ないんですね。で、オーバー体制から画像を、撮影してくれってリクエストを出すとですね40日ぐらいのウィンドウでこの中で1回撮ってあげますよ、まあ、そういった、リクエストの仕方なんですね。そういった意味で、今の状況では農業には全く使われていない。でも農業で使ってると聞くと思うんですけども、これは研究者向けなんですよね。研究者の人が、あ、こういうふうに使いますねっていう論文にすることはあるんですけども、実際やっぱり農家の方で使っていただくという話になるとですね、本当に頻繁に取らないと、使えるというのが現状です。まあ、農業の他にも当然水産業に使えるわけで、赤潮を、まあ、最近はあまり話しかないかもしれませんけども、ひどい年には日本全国で数十億の損害が出る年もあるんですね。で、赤潮って発生が事前に分かるとですね、魚を、安全なところにこうかくまうというか、まあ、そういった対策が取れるようなんですね。なので一刻も早く赤潮が発生しそうであればその情報をつかむことが大事なんですけども、まあ、これもやはり頻繁に取らないと、取れないわけですね。1ヶ月に1回じゃ全くその起こりそうというのも分からないわけですから、まあ、これも頻繁に撮影することによる、まあ、メリットであるわけです。で、まあ、まとめますとですね、我々はどうしたいかというと、まあ、今までのこう、まあ、地球観測だけじゃなくてですね、衛星を使ったものって、あのサービスがどんなものなのかというとですね、本当に一部の一握りの人だけのための、サービスである。つまりユーザーがすごく少ないから、そのサービスを使う、まあ、コストというのは非常に高いものになっちゃうわけですよね。だから本当に研究者の人とか、国の官僚ですとか、まあ、そういった人たちが何百万何千万というお金を払ってですね、サービスを受けていると、そういう状況をやはり、大きく変えたいというのが我々の考えですね。つまりもう本当にいろんな人が、まあ、リーさんも考えたんですけど、まあ、究極的にはもう無料で使えるような仕組みにしたいと思ってですね、いわゆる皆さんが Google で検索するのを無料で、やってるのと同じような仕組みにまで最終的に持っていけたらいいなと思っています。なぜなら我々がやりたいのはインフラと言いました。インフラはやはりほとんど低コストでないとユーザーが増えないんですよ。爆発的に増えないということで、我々が目指す姿っていうのはこういったリアルタイムの地球の姿を知る、システムができたときに、そこから新しいサービスであるとか新しいビジネスというのがどんどん生まれてくる、そういったリアルタイムであるからこそ、使える、あるいは役に立つサービスが出てくるということを期待しているわけです。で、それに向けて開発している衛星が、ブルースという名前の衛星でして、これはですね、ちょっとここ見てもらったら、ちょっと程よし飛行機よりもさらに、一回り大きいですね、80キロぐらいあります。で、この衛星はもうちょっと細かく見えてですね、さっきの程よし飛行機よりも 2.5 メートルぐらいのものまで見分ける、能力があります。 2.5 メートルぐらいまで見えるとですね、結構こう地上の経済活動とよくわかるんですよね。バスぐらいであれば、ね、判別当然できますし、なので、これをたくさん打ち上げることによって 2.5 メートル
のものまで見える画像が、まあ、地球上全部わかるよと、まあ、そういった世界を作りたいなと思っています。で、まあ、写真にもありますように、このテストモデルですね、エンジニアリングモデルと言ってますけども、試作機が、ちょうど、数週間前に完成したところで、まあ、現在その振動試験とか温度試験とかいろいろな環境試験を行っているところです。で、後でもしお時間の方来て、オフィス来ていただければ、この姿も生で見ることができますので楽しみにしてください。で、まあ、これコンステレーション用の衛星で、開発しますのでですね、我々の目標としましては、これを、同じ同型機をですね、2016年の初頭を目標してますけれども、3機作ると。で、3機作って、まあ、そのデモンストレーションですね、たくさん上げることによる、まあ、いろんな場所の絵が頻繁に撮れるというデモンストレーションをしようと。で、まあ、これが我々の、現在のロードマップ、目標とするロードマップですけども、去年、ダブルエサット1を打ち上げました。で、今年中に、ホトヨシ1号機を打ち上げます。で、そのコンステレーション用のテスト機、試作機も、まあ、完成、ここまでは終わって、ちょっとまだ順番逆ですね、先にこっちできちゃいましたけども、ホトヨシ1号機は今年中に打ち上げられます。で、一つ前のスライドで説明しましたように、2016年のなるべく早いうちに、3機の衛星をデモンストレーション用として打ち上げたいなと思っています。それ以降も、10機ぐらいですね、毎年打ち上げていって、2020年の、東京オリンピックの頃にですね、30機ぐらい、打ち上げて、何らかの形で、貢献できないかなということで、今一生懸命資金調達を含め頑張っているところです。はい、じゃあ以上になります。価値説明の中で何かご質問ありましたらいけますけども、ご質問いただくときは、一応今録画をしていて、後でサイトにアップする予定ですので、皆さん、ご質問するときには名乗っていただく必要はなくてですね、もう質問だけ聞いていただければ結構ですので、はいはい、よろしくお願いします。いいですか、もしあれば後で別に個別に聞いていただいても構いませんので、
じゃあちょっと簡単に、2015年度の新卒採用に関してということで、若干説明していきたいと思います。先ほどのスライドの中でもご説明したので、あれなんですけども、この会社としてどうするのっていうところをもうちょっと詳しく、述べたいと思うんですけども、我々、どういうふうに考えているのか、やはりその宇宙というのはやっぱり今特別な場所っていうような見方をされることが、一般的だと思うんですけども、やはりそれをもっと身近にしていきたい、当たり前にしていきたいというのが我々の究極的な目標です。それがこのまさにこのロゴにもありますけど、スペースウィズニアリーチ、まさに本当に身近な宇宙というものを実現していく、これが我々の使命かなというふうに考えています。で、やっぱそうするためにはですね、役人とか研究者の人たちが使っているだけの宇宙ではダメなんですね。民間がどんどん使っていくという世界を実現できてこそだと思っています。で、そうした時にですね、超小型衛星っていう、コストとかスケジュール感であればですね、民間企業のビジネス感覚からしても、それほど、大幅な配慮がないということで、やっぱり宇宙ビジネスということ、方法で叫ばれていますけども、宇宙ビジネスで本気でやっていくのであればですね、やっぱり超小型衛星からっていうものが、きっかけになるんじゃないかなと。宇宙旅行って当然あると思うんですけど、なかなか日本では難しいかもしれませんが、日本が宇宙ビジネスやろうと思うとですね、やっぱりこういった小さなところから、小さなスケールからまず始めて、で、だんだん大きくしていくというのは王道かなと思っています。で、やはり我々はどんどんこう成長を狙っていきたいということでですね、宇宙村っていう、結構こう宇宙の世界っていうのがですね、本当に一部の人たちがやっている世界っていうイメージがあるんですけども、もうやはり国家予算もどんどん財政が厳しくなっている中でですね、いつまでたってもその税金だけで回していく世界っていうのは難しいであろうと。であればですね、もうそしたらそこの中で生きていくんじゃなくてですね、その外にまた活路を見出すということが重要だというふうに考えていて、やはりこれから、衛星っていうのはですね、やっぱり宇宙から見るっていうことがあって、インフラ的に考えたときに日本っていうのはもうすごくこう成熟してますよね。だから衛星がなくてもやっていける国って非常に多いんですけど、これからの国、発展途上国とかですよね、いう国は本当に衛星が使える余地というのは非常に大きい。だからこういった国に、安い衛星をどんどん導入していくことによってですね、ユーザーを増やしていくということが非常に重要だろうと。今しかないんですね。だからこのチャンスをちゃんと我々がものにしていくということが大事だと思っています。相手の世界なので、日本の市場だけ見ててもダメですから、我々も本当にどんどんグローバルに行こうと思っています。で、ですね、我々、先ほど説明しましたけれども、初めての衛星の打ち上げにも去年成功しまして、次の2期目のモデル1号機の打ち上げも今年中に控えております。で、それを受けてですね、先ほどのコンステレーションというものを、プロジェクト始めるために資金調達の準備も進めています。でもアメリカからもライバルも出始めてまして、ちょうどこのベンチャーとして一番面白い時期なんですね今。だから本当にここにジョインしてくれればですね、本当にこう他では絶対体験できないようなことが、経験できるだろうというふうに思います。で、超小型衛星というもの自体がまだ新しいわけですね。我々が学生の頃に、キューブサットといわれる 1kg の本当に小さな衛星を作って、それが世界で初めてのキューブサットの打ち上げだったわけですね。そこから本当に、超小型衛星、本当の意味では超小型衛星の歴史というのが始まったわけなので、我々の会社 その初期メンバーはですね、本当に超小型衛星を、の黎明期からずっとやってきて、今ようやく商業化にまで結びつけて、これから世界にどんどん出ていこうとしているわけです。で、技術というそういう意味では技術の面でもですね、非常にこう最先端を、世界的に見ても最先端行ってますので、我々というのはこれまでのこう技術の蓄積とか、そういったノウハウとか、世界で初めての商用超小型衛星を作った、経験とかですね、そういうものを生かしてですね、やはり世界一の超小型衛星企業というものを目指していくということですね。で、そのコンステレーションの話でも出しましたけども、超小型衛星にしかできない価値というものがあると信じていまして、それをやはりどんどん社会に出していきたい。で、いろんな人がですね、当たり前のように、使う世界というのを目指していく。GPS って皆さん意識せずに使ってますよね。それと同じような世界を10年以内に作りたいというのが我々の目標です。で、やはりそれを実現するためには多くの人が関わってくれないといけないので、まだ13人では全然これは足りないですから、本当に一緒にこの価値を信じてですね、その超小型衛星のインフラを作っていくのを手伝ってくれる方というのを募集しています。で、我々はどんな人と一緒に仕事したいかと
ということを、まあ、簡単にご説明しました。まあ、とにかくですね、いろいろ書いてありますけども、やっぱり我々の考え方に共感してすごくパッションを持って仕事してくれる人というのを一番望んでいます。で、口開けて待ってるんじゃなくて、自分から課題を発見して、その課題をどんどん解決していくと、まあ、本当に動い自分で動いてくれる人というのを、期待しています。でもちろん超高和大生の価値をやっぱ信じて、くれる人ですよね。でそれから、まあ、この辺も当然ですけども、皆さんエンジニアですか？ですね。まあ、でそういった点でですね、衛星を大学でやってないと、ダメだよというつもりは全くありません。衛星に関する知識とかですね、まあ、宇宙工学、例えば軌道の話だとか、そんな知識はですね、会社入ってからでも自分で勉強できますので、その知識は、まあ、前提としないということですね。で、まあ、大学教養レベルのものづくりとか、ものづくりの経験があれば望ましいということで、まあ、これも必須ではないです。もうとにかく、こういう小さな衛星を やりたいんだと、それを使って世界を変えたいんだという気持ちをすごく大事にしたいと思いますので、まあ、そういうことだなというふうに思っていただけるかなと思います。で、まあ、これはウェブにも載ってますので、まあ、もう一度ウェブを参照しておいてもらえればいいんですけれども、3月1日、1日からですね、選考を開始しますということで、まあ、履歴書と、まあ、いくつか質問がありますので、それに答えていただくと、いうことで、これ、ウェブにも載ってますので、メモする必要はありません。はい、では以上になりますけど、何か選考について質問がありましたら、受け付けます。ですか。はい、じゃあ私の方から説明は以上となります。